可愛く小さな花を咲かせるクラッスラクーペリー。種類が多く、小型で群生するものや垂直に伸びて成長するものなど、その姿も様々です。開花時期は春から秋。この時期にずっと咲いているのではなく、不定期に咲きます。長雨に当てないように注意しましょう。夏も軒下か室内で管理してください。冬は日当たりのある場所で管理してください。一般的な多肉植物と同じように、水をやりすぎないようにしてください。水をやるときは、鉢の中が乾ききってから葉っぱにかけずに土に注ぐと良いでしょう。冬は水を控えてください。肥料は春に緩効性の化成肥料か液体肥料を少量施してください。用土は水はけの良いものを使用してください。赤玉土小粒3、鹿沼土小粒2、軽石小粒2、腐葉土3などの配合度が良いでしょう。冬は室内で管理するので、暖房のせいで乾燥気味になります。暖房の風が直接当たらない場所を選んで置いてください。株を増やすには、挿し芽でも株分けでも可能です。小さな可愛い花たちが元気をくれるクラッスラクーペリー。あなたも育ててみてはいかがですか？